令和4年10月31日 H2A ロケット46号機に搭載する IGS 情報収集衛星レーダー7号機の陸送がありました。その島真湖を出発、神中交差点での陸送通過の状況を紹介しましょう。20時43分頃です。港内倉庫からレーダー7号機の衛星を積載した大型トレーラーがゆっくりと出てきました。情報収集衛星レーダー7号機について簡単に説明しましょう。 H2A ロケット46号機に搭載されるこの衛星はレーダー5号機の後継機で、分解能は50センチ級です。2033年度までにレーダー11号機までが予定されています。情報収集衛星 IGS の初舷は高度約 490km の円軌道で、軌道傾斜角は約 97.3 度、日本付近を通過する時刻は10時30分から11時0分に設定されています。衛星はこの日午後3時ごろから陸揚げ作業があり、トレーラーに積載されて港内倉庫で出発されるまで待機していたものです。厳重な警備の下で陸送が行われます。陸送は島真港を出発して国道58号線を上り、そして神中交差点を通過して県道586号線を下り、種子島宇宙センターまで輸送されます。21時過ぎ、衛星を積載した大型トレーラーが動き出しました。21時20分頃の神中交差点です。
陸走車列が見えてきました。今回は信号機の回転はありません。情報収集衛星陸走の状況をご覧いただきました。ではまたお会いしましょう。